皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はとりゅふ、そう、あの高級食材トリュフを使ったトリュフベーカリーのパンを買ってきました。専門食材をもっと身近に感じてほしいというコンセプトで、トリュフを使った看板メニューのパンから、バターを 100% 使用して作るパンやお菓子まで、お店にはいろいろな種類が並んでいました。そして買ってきたパンはこちら、全部で8種類のパンを購入してきました。それでは早速いただいていきましょう。じゃあまずは黒トリュフの卵サンド、白トリュフの塩パン、クロワッサン、トリュフベーカリートップ3。こちらの3種類はトリュフベーカリーのトップ3です。実際トリュフが使われているのはこの2種類なんですけど、品名にもねちゃんと書いてるんですけど、こちらの卵サンドが黒トリュフを使っておりまして、こっちのバターロールみたいなやつがね白トリュフを使ってます。私もあんまり知らなかったんですけど、黒トリュフと白トリュフの違いって、まずね白トリュフの方が希少価値が高いらしいです。しかも傷みやすいのもあって、結構値段も何倍もするらしいです。で、一般的に黒トリュフは加熱すると香りが際立つタイプみたいで、より生食で食べるなら白トリュフの方が向いてるらしいです。じゃあまずは黒トリュフの卵サンド。あ、やば、めっちゃいい匂いする。味付けはかなりシンプルですね。マヨネーズ感が普通の卵サンドに比べてだいぶ低い気がする。濃厚な黄身のこうまろやかさと塩、なんか油分はね感じるんですよ。マヨネーズっていうかトリュフオイルとか使ってるのかもしれないですね。それにしても黒トリュフの量がすごい。この香りをなんて例えたらいいんだろう。すごい難しい。なんかこう美味しいものを熟成させた、なんかすごい深くていい匂いがする。なんか卵サンドのジャンルがもう一個増えた感じがする。しかもねこのパンも美味しいんですよね。ちょっと全粒粉っぽい茶色いパンなんですけど、めっちゃきめ細かくって、でもずっと柔らかい。お腹いっぱいになっちゃうからね、後で食べよう。今すぐ食べたいけどね。じゃあ次は人気第2位の白トリュフのパン。これ生地も美味しい。なんかこの白トリュフのパンに白トリュフ、トリュフバター、トリュフ塩が使われてるらしいんですけど、やっぱりさっきの卵サンドよりシンプルな分、もっともっとこうトリュフの香りを感じる気がする。このバターロール生地もすごいもっちりしてて、ちょっとね、ちょっと焼いただけなんですけど、表面もかなりバリッとなってます。これ毎朝食べたい。じゃあ次は人気第3位、クロワッサン。ちなみに私の好きなクロワッサンは生地厚めでこう歯ごたえが結構あるやつ、ガリッとしてるのが好きなんですよ。外はねかなりガリッとしてるんですよね。層がちょっと厚めに見える感じなんですけど、中はかなり細かい層がたくさんあって、あとねなんかすごい旨味を感じるんですけど、なんかこの細かい層一つ一つにこう旨味が綺麗に行き渡ってて、ちょっともっちりしてる部分もあるし、なんか普通のクロワッサンの2倍の量の生地を使ってるって書いてたから、結構そのお皿とかにクロワッサンの油がベーってつく
と思ってたんですけど、全然そんなつかないし、ほんと全体的に軽いです。でも旨味はしっかりしてます。なんかすごい美味しいクロワッサンはこのようにたくさんあるんですけど、なんか有名店だと動画で食べたビロンとかね、エシレの発酵バターを使ったクロワッサンとか、なんかそれよりも私こっちのトリュフのクロワッサンの方が好きですね。じゃあ次はハード系のパン、バジルトマトスティック、オリーブスティック、ハーフ明太フランス。トリュフじゃないパンもいっぱい。トリュフベーカリーはね、トリュフを使ったパン以外の口コミもかなり良くて、このハード系のパンも美味しいって言われてるらしいです。でね、この明太フランスの明太子なんですけど、博多の有名なチカエっていうね、かなり人気ブランドの一つです。結構関東は金福とかがね知名度は高いんですけど、私大学が福岡だったんですけど、空港とかにもね普通に売ってます。じゃあまずはオリーブのパン。あー、私の大好きなオリーブたっぷり入ってる、美味しそう。なんか今まで食べてきたオリーブのパンの中でオリーブがかなり美味しい気がする。酸味がほとんどなくって、かなりでもジューシーで、噛むとねオリーブのオイルがジュワッと出てくるような、そんなオリーブです。パン生地はハード系のパンの中だったら普通に美味しいパン生地って感じですね。まあハード系のパンなんで当たり前なんですけど、結構歯ごたえがあります。こう噛みちぎるのに結構力がいる感じです。オリーブたっぷり入ってるからね、オリーブ好きの方は一度食べてみていただきたい。じゃあ次はトマトとバジルのパン。バジルソースがかなり美味しいです。ガーリックもしっかり効いてて、結構パンチがあるバジルソースです。なんかバジルをケチってない感じもして、すごい香りもいいし、そこに最後にこのトマトの旨味がすごいブワってくるんですよね。これは普通のトマトなのかな、セミドライトマトなのかな。甘くて旨味がすっごい強い、いい野菜を使ってるのかな、すごい美味しい。じゃあ次は明太フランス。すごい匂いする。なんか市販の明太子ソースとかじゃなくて、美味しい明太子食べてるって感じする。ちゃんと初めて食べたけど、近いの明太子すっごいね、出汁がしっかり効いてる気がして、なんかいい意味で魚卵の香りがちゃんとするし、なんか一粒一粒卵のプチプチ感がわかる。結構ジュワって効いてて、なんかこのしっかりした出汁にバターが加わると、なんかさらに美味しい。あと辛みはね全然ないです。お子様でもすごく喜んで食べれそうな、でも高級な明太フランスって感じ。じゃあ最後は菓子パン、大人のレーズンクリームサンドとクリームパン。あったら買いたくなる菓子パン。トリュフベーカリーは結構菓子パンの種類も多くって、今回は買わなかったんですけど、栗のねクリームをサンドした、なんかそういう菓子パンとかも置いてました。じゃあ先にクリームパン食べます。カスタードが濃い。なんか美味しい牛乳ちゃんと使ってるカスタードクリームの味がする。ちょっとね画像じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、バニラビーンズもちゃんと入ってます。でね、パン生地がブリオッシュ生地なんで、食感もサクッとほろっとした感じで、デニッシュ生地っぽい、バターもたっぷり入ってる感じ、贅沢なクリームパンですね。じゃあ最後は大人のレーズンクリームサンド。何が大人なんだろう。なんかレーズンがめっちゃたっぷり入ってますね。ラムレーズンがかなりふっく
くり柔らかくてかなりラム酒が効いてますね。でこのバタークリームもなんか普通のバタークリームじゃなくってなんかちょっとフルーティーな感じがするんですよね。柑橘系の果汁が入ってるようななんかそういう爽やかな香りがする。なんかラム酒が入ってるだけかもしれないんですけどなんか普通のバタークリームとちょっと違いますね。すごくいい生地です。なんか柔らかいんですけどもっちりしてるから適度な噛み応えがあってそれがまたいい。ごちそうさまでした。今回行ってきたトリュフベーカリーは都内に3店舗ありまして、本店が門前仲町、そして今日行ってきたのが三軒茶屋店、そして一番新しいのが広の3店舗なんですけど、なんかさらに最近銀座か新橋の駅の中になんか路面店みたいな感じでミニサイズのお店が入ったっていうのをなんかで見ました。なんか都内でもね着実にお店の数を増やしてるから、次は大阪そして福岡とかなんかこれから東京以外にも進出しそうなお店だなと思いました。やっぱトリュフっていう名前だからね、お店がトリュフのパンが看板だけど、なんかトリュフのパン以外もちゃんと考えて作られてる感じがしたし、やっぱお店の名前がトリュフっていうのもねインパクトすごく大きいし、唯一無二の存在な感じもいいですよね。トリュフベーカリー足を運んでみてください。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。トリュフのパンを食べてみたくなった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。マラカルタのおさちでした。バイバーイ。